おい、霊夢。今日は耳を澄ませばの秘密をちょっと語るぜ。え、秘密ってどういうこと？まず最初にな、この作品では美術設定がしっかりと作り込まれてるんだ。舞台となる東京の雰囲気や季節感が丁寧に描かれているんだぜ。美術設定って大事なんだね。でもどうしてそれが秘密なの？それはさ、視聴者が作品に引き込まれやすくなるからだ。リアルな街並みや風景があることで、物語に入り込みやすくなるってわけさ。なるほどね。美術設定の力ってすごいんだ。そうだろう？ただし、ネタバレには気をつけてくれよ。わかった、気をつけるよ。他にもどんな秘密があるんだろう？興味があればどんどん聞いてくれ。さて、次はどんな秘密を話そうか？音楽の秘密もあるんだって。それも気になるね。それなら次は音楽の秘密について語ってやるよ。最後にな、この秘密話にはネタバレが含まれるかもしれないから、まだ見てない人は気をつけてくれよ。そうだね、ネタバレは避けるようにしよう。それじゃあ、次の秘密話に行くぞ。原作はこれだ。よー、霊夢。耳を澄ませばの秘密、知りたいか？ああ、知りたい知りたい何かあるの？なんと、耳を澄ませば実は宮崎駿が書いた漫画が原作なんだぜ。え、宮崎駿が書いた漫画が原作って、知らなかったなぁ。漫画があるんだ。そうだ。でもこれ、あんまり公には言われてないんだよ。ちょっとした秘密ってやつさ。なるほど、秘密なんだね。宮崎駿の漫画ってどんなのか気になるな。実際、漫画はアニメとは違った雰囲気があるんだ。登場人物の性格やストーリーの進行も微妙に異なるんだよ。それは面白いね。アニメと漫画で比較してみるのも楽しそうだ。だろう？でもこれってある程度ネタバレになるから、気をつけてな。わかったわかった、気をつけるよ。それにしても、知らないことがまだまだあるんだね。そうだよ。興味があればどんどん聞いてくれ。それについてもネタバレには気をつけてくれよ。わかった、ありがとうマリサ。また聞きたいことがあったら聞くね。だぜ。使われた曲の秘密。よー、霊夢。聞いたことあるかもしれないけど、耳を澄ませばの登場曲のセットにはいくつか秘密があるんだぜ。本当に？どんな秘密があるの？まず一つ目は、主人公のアントンのセットに使われたカントリーロードだ。実はこれ、物語のテーマソングでもあるんだ。え、アントンのセットがテーマソングなの？それってすごく印象的な曲だね。そうだろう？それに加えて、他の登場人物たちのセットにも個別の楽曲が用意されてるんだ。キャラごとに曲があるんだ。それってキャラクターの雰囲気と合ってるのかな？そういう感じだ。それぞれの曲がキャラクターの個性やストーリーに合わせて選ばれてるんだよ。なるほど、音楽がキャラクターの個性を引き立てるんだね。そうだ。でもこれってネタバレになる可能性があるから、気をつけてくれよ。わかった、気をつけるよ。でもすごく興味深い話だね。興味深いだろう？音楽が作品の雰囲気をより深く表現してるってのは、アニメや映画の面白さの一つだよな。そうだね。これからは耳を澄ませて音楽を楽しんでみようかな。いい考えだぜ、霊夢。それじゃあ、他にも知りたいことがあれば何でも聞いてくれよ。だぜ。わかった、ありがとうマリサ。また聞きたいことがあったら聞くね。だぜ。スタッフはこの人たち。おい、霊夢。耳を澄ませばの制作に若手スタッフが結構関わってたみたいだぜ。本当に？それってどんな風に影響してるの？そうだな、主人公の作るアニメーションは実際にスタジオジブリの若手スタッフが手掛けたものなんだ。え、アニメが若手スタッフによって作られたの？すごいね。そうだろう？スタジオジブリっていろんな才能ある人がいるんだ。それにしても若手スタッフが中心ってのは珍しいよな。そうなんだ。若手スタッフの力ってすごいんだね。ああ、宮崎吾郎監督も若手スタッフの一人だったんだ。親子での制作ってのもまた一興だぜ。それってすごいことだね。親子で作品を作るって感動的だよね。だろう？でもこれ、ちょっとネタバレになるかもしれないから、気をつけてくれよ。ああ、確かにな。若手スタッフたちの力で作り上げられた耳を澄ませば、もっと詳しく知りたかったらどんどん聞いてくれ。大丈夫、気をつけるよ。それにしても、音楽ってすごい影響を持ってくるんだな。そうだろう？音楽が物語の雰囲気や感情を盛り上げてくれるってのは、映画やアニメの醍醐味だよ。なるほど。じゃあ、これからは耳を澄ませて音楽を楽しんでみようかな。いい考えだね、霊夢。それじゃあ、他にも知りたいことがあれば何でも聞いてくれよ。だぜ。わかった、ありがとうマリサ。聞きたいことがあればまた聞くね。だぜ。制作の裏側では、おい、霊夢。耳を澄ませばのアニメ制作の裏側にはいろいろあるんだぜ。本当に？何か教えてくれるの？例えば、アニメーターたちの作業量がすごいんだ。一枚の絵を描くのにも凄まじい手間がかかるってのは知ってるか？一枚の絵にそんなに手間がかかるの？すごいなぁ。そうだぜ。それに加えて、映画の制作ってスケジュールがきついことが多いから、アニメーターたちは本当に大変なんだ。それは大変だね。でもアニメができるまでの裏側って見てみたい気もするな。見てみたいと思うのはいいことだ。でも、もちろんこれもネタバレになるから注意が必要だぜ。わかった、気をつけるよ。
でも本当に面白い話ばかりだね。興味深いだろう？これに加えて、キャストたちの演技や音楽、サウンドエフェクトなんかもすごい効果を発揮してるんだ。それって本当にアニメが一つの芸術だってことだね。そうだ。だけど、これってネタバレになる可能性があるから、細かいことは言えないな。大丈夫だよ、気をつけるから。でももっとアニメの裏話が知りたいな。知りたいか？ならばどんどん質問してくれ。それについても、ネタバレには気をつけてな。わかった、ありがとうマリサ。質問があったらまた聞くね。だぜ。猫の正体、おい、霊夢。耳を澄ませばには猫の登場があるんだぜ。へぇ、猫が登場するの？それってどんなシーンで出てくるの？実は、物語の中で主人公が猫と出会うシーンがあるんだ。それが物語の肝になってるって感じだぜ。え、そんなシーンがあるの？それは楽しみだね。そうだろう。猫ってのは不思議な存在だから、そのシーンは結構印象に残るものになってるんだ。不思議な猫か。それってきっと面白い展開になるんだろうね。だろうな。でもこれもネタバレになる可能性があるから、気をつけてくれよ。わかった、気をつけるよ。でも猫の登場はワクワクするね。猫好きにはたまらないシーンだろうな。それにしても、作品にはいろんな要素が組み合わさってるんだ。そうなんだ。猫好きにはたまらないってことは、私も楽しみにしておこうかな。興味があればどんどん聞いてくれ。ただし、ネタバレには気をつけてくれよ。わかった、気をつけるよ。猫のシーン、楽しみにしてるね。いい感じだぜ。他にも知りたいことがあれば何でも聞いてくれよ。だぜ。わかった、ありがとうマリサ。また聞きたいことがあったら聞くね。だぜ。それじゃあ、今日の耳を澄ませばの秘密話はここまでだな。お疲れ様、マリサ。でもまだまだ知りたいことがあるんだよね。ああ、そうか。次は続編の話だな。この作品にはまだまだ語り足りない秘密がたくさんあるんだぜ。え、続編があるの？それは楽しみだね。そうだろう、今度はどんな秘密が明かされるか楽しみにしとけよ。期待してるね。それじゃあ、また次の秘密話があったら教えてね、マリサ。わかってる。それじゃあ、またな。またな。あ、チャンネル登録だけお願いします。